テッポドン2号は朝鮮民主主義人民共和国が開発した大陸間弾道ミサイルのプロトタイプ。テッポドンとはこのミサイルの原型であるテッポドン1号が確認された地名の大裏道からアメリカが付けたコードネームである。2012年にアメリカ合衆国国防総省がテポドン2号はミサイルとして配備されていないと分析しており実戦配備を目指した弾道ミサイルの プロトタイプというよりは後述の銀河系列のローンチビークルのプロトタイプの性格を持つものとして分析されている。テポドン2号の改良型と見られる2009年4月と2012年4月に打ち上げられたロケットは北朝鮮の公式発表ではそれぞれ銀河2号、銀河3号と呼称されている。1990年にテポドン2号の開発が開始されたと見られている。 1998年8月31日にテポドン2号のテストベッドとなるテポドン1号が発射されたが3段目の固体燃料ロケットを切り離す際に爆発したと言われているこの実験により多段階ロケットの切り離し技術や姿勢制御技術を獲得している2006年7月5日に環境北道課大群前水橋里の発射場から 日本海へ向けて初めてとなるテポドン2号の発射がスカットやノドン6発と連続して行われた。スカットやノドンはほぼ同じ海域に着弾し実験に成功したとみられるがテポドン2号は発射42秒後に海上に墜落し実験は失敗した。日米の偵察衛星と情報収集衛星の情報により発射は事前に予測されており日本政府は 日本海と太平洋へイージス艦の混合型護衛艦を派遣するなど、米艦と協力し情報収集に努めた。2009年4月5日に、マイミズ橋里の発射場からテッポドン2号の改良、派生型とみられる銀河2号が発射された。北朝鮮は事前に人工衛星の光明星2号を衛星打ち上げロケット銀河2号を用いて打ち上げると発表していた。 銀河2号は日本海で第1弾目を切り離し、さらに太平洋上で第2弾目の切り離しにも成功した。北朝鮮は衛星打ち上げに成功したと発表したが、他国宇宙機関からは確認されておらず、第3弾目で不具合が発生し衛星の軌道投入には失敗したとみられる。日本が確認したのは発射地点から 3100km までだったが、 弾頭部は4 0 0 0トル以上離れた太平洋上に落下したとみられている。テポドン2号は実戦配備こそされなかったものの、その射程から北朝鮮が初めて開発した大陸間弾道ミサイルとも言われ、全長3 0ルほどあり、直径は2.2から2メートルで、重量は80から90トンほどと推定されている。 一段目には無数段のロケットモーターを4本束ねたクラスターロケットが用いられているとされるが、一段目、二段目とも液体燃料、ロケットモーターを使用している。三段目を追加した場合は三段目のみ固体燃料のロケットモーターが使用されると見られた。仮に実戦配備された場合には固定発射施設サイロで運用される大陸間弾道ミサイルで液体燃料は 常温保存液体式、低ロード約1トン、セップは3000メートルから5000メートルになると見られていた。推定される推進剤は、非対称ジメチルヒドラジンなどの燃料を注入したまま、即応発射体制が取れる、常温保存可能なものであると推定されていたが、2012年12月12日の銀河3号の発射実験においては、予想に反して灯油が用いられていた。 ただしケロシンも燃料が注入されたままでの常温保存が可能である。防衛白書平成24年度版防衛省自衛隊最近冊十17から19ページ。ISBN 978から49億542万8268。ありがとうございます。